そう、あのね、なんか、まあ、嬉しいことっていうか、まあ、嬉しかったな。ペコラが前喜んでたツイートあったペコじゃん。あの声優さんにフォローされてるみたいな。で、なんかラジオでペコラのお話をしてたみたいな、してて草みたいなツイートをペコラ見て、嘘でしょって思って、ペコラ、なんかちょっとあの、ペコラちゃん、ペコラちゃんがなんかペコを忘れて、なんか忘れてる時があって、それでなんか思い出したかのようにペコを言うペコよねみたいな、ペコペコペコってなんかたくさん後から言えばなんか生産されるわけじゃないんだよ。あとなんかペコラちゃんっていうなんかウサギの子がいるんだけど、全部なんとかだペコって急に思い出したように語尾を変えるのね、うんうん、語尾を思い出したように、うん、うさだペコラが都内伝統を手にした時にはあのお喜びお願い申し上げますと。ペコを忘れてる、やばいやばい、ペコ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 ペーペコペコペーのペコペコペーペペペペペペペコペコペー。結構普通に喋ってんだけど急にあ思い出したペコよって言われて忘れてたでしょ今設定絶対忘れてたよ、なんなんだよ面白い、おかしいでしょ、そのキャラ面白い、うん、そしたら急に連呼するようになるってその回数を取り戻すんじゃないよって、寝だめしても別に睡眠時間ってためらんないからねと同じだよってね、まあ、気がつけば夢中になって動画見ちゃったハマってんじゃねえかハマってんじゃねえかお前。ペコロちゃんもう速攻で殺されてずっと悪態ついてたから面白かった、ね、だこんなの無理ペコロかわいいじゃん面白いよ見るとちょっと見てみよう、うん、あなんだなんだこれか、あちょっと待つ、おらちょっと待っ、重たい重たいよ、危ない危ない、どけ、え待ってこれ息子ない、これですね、しゃがましゃがましゃがしゃ、あーちょっとあーペコロちゃんと同じ末路にさすが、まあ、全振りと言っても過言ではない、はい、いやいやいやペコロちゃんはもう上手くないよ、はい、嘘でしょ、やめて、超魔界村をさバーチャル YouTuber の子が一生懸命やってクリアしたのよ、へえ、うん、もうなんかもう魔界村の子なら任せるペコよって生意気なこと言ってたからこれをプレゼントしようかなと思って、あれほんとこれ強いんだよ、これペコロちゃん多分泣いてん、ちょ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 ゲーム後ちょい、あーちょい、え、なんかシルエットがあれだね、コンペコーコンペコーコンペコー、プロライブ3期生のうさだペコー、あなたに杉田智和ペコー、なんか遊んでほしいゲームいっぱいありますよ、セルフで今ピーってやりましたけど、ダメですよそういう下ネタとかそういうセンシティブなネタはね、ダメですからね、何言ってるんだ母さんはそういうこと言っちゃダメですよ、あ 今言っちゃったダメですね、私もウサギ化したんでね、このまま全人類をウサギ化できるように多分達成できますよこうして呼んでいただけることは大変ありがたいので、今後ともねあの僕のできることでお答えしますので、お気軽にお声かけください、すごくない、てことすぎたのかさーねーですか、ねねちょっと好きじゃなかったけど、え、そうだね、すぎたさんの声めっちゃ好きだから一発目から気づいちゃった。